アルベールルブールは、フランスの印象派の風景画家である、ノルマンディー、ウール県のモンフォール・シュル・リスルに生まれた。はじめ建築に興味を持ち、ルーアンの高等美術学校で学んだ。1872年から1877年まで、アルジェの高等美術学校の美術教師を務めた。アルジェに病気西洋で滞在した、リオン派の画家、ジャンセイニュマルタンと知り合った。 セニュマルタンの影響を受けて、印象派のスタイルで描き始めた。フランスに戻り、パリで美術教師をするために1878年から2年間、ジャンポール・ローランスの下で学んだが、教師になることはできなかった。1878年にサロンド・パリに出品し、第4回の印象派展にも出展した。1883年のサロンド・パリで審査を通過した。 友人の勧めで1884年からオーベルニュを旅し、ポンデュイコールシャト島などに滞在した。1886年にオーベルニュの風景画をサロンドパリに出展した。1887年のベルギーの20人展や1890年の国民美術協会の第一回展覧会などに出展した。フランス国民美術協会の会員となり、展覧会へ出展を続けた。 その後もフランス各地、スイス、オランダなどの風景画を残した。1903年にレジオンドヌール勲章、1924年にレジオンドヌール勲章を受勲した。ありがとうございます。